こです。4月9日の夜、ね、もう4月も、ね、10日、桜も,もうほぼほぼ散ってるっていう感じで、まあ、もう新緑の、ね、季節かなっていう感じですね。うん、これ、えーっと、4日ぐらい前に、まあ、僕の地元の福岡県で起き,起きたバイクの事故なんだけど、これいきますね。筑紫野市で右折車にバイク衝突。 一人、意識不明、三人、怪我。これ、他社もね、なんか記事あげてたんだけど、内容がちょっと異なってたんで、こっちが最新かなと思ってね、こっち行きます。4日夜、福岡県筑紫野市の国道で、右折していた車にバイクが衝突し、あ、バイクが激突して書いてありますね。一人が意識不明の重体で、三人が怪我をしています。 警察によりますと、4日午後8時半過ぎ、筑紫野市原田の国道3号で、福岡方面に走っていた軽乗用車が右折していたところ、向かい側から直進していた2人乗りのバイクが衝突しました。この事故でバイクに乗っていた男女と、軽自動車に乗っていた女性2人と男性1人の合わせて5人が病院に搬送されました。これ大事故ですよね。 バイクの後部座席に乗っていた30代とみられる女性が意識不明の重体で他3人が怪我をしていますが命に別状はありません。現場は信号機がある交差点ですが事故当時の状況については詳しいことは分かっていません。警察は事故に至った原因などについて詳しく調べていますっていうニュースで動画ニュースとかが上がってなかったんでねまあ多分現場はここだ ここだろうっていうのはわかるんやけど、なんていう車種のバイクに二人乗りしていて、なんという車種の軽自動車にぶつかったかとかいうのはわかんないんですね。ただ、えっ、ー、とね、この国道ね、なんかあの、片側三車線ぐらいあってすごい広いんですよね。それで、福岡からこう下っていって、都市、久留米とかそっち方面にね、行くときによく使う道路なんですね。 うん、だからまあ、結構スピードも出していただろうっていうふうに推測してしまうんやけど、軽自動車がさ、ね、どんなタイミングで曲がり始めたのか。まあ、記事ではバイクが激突したって書いてあるんやけど、ひょっとしたら、まあ、直,線直進しているバイクの方がまあ優先権があるじゃないですか、本当は。直進車の、えー、っと、 動きをさ、右折者が妨げてはいけないでしょ、原則的に直線優先だから。でも、まあ過去例があったのはね、なんか直進者がもうむちゃくちゃなスピードを出していて、右折者がね、まあ目測を誤っても仕方がないなっていうような状況でぶつかった事例とかもあって、あながちね、右折者が、 悪いっていうふうには捉え,捉えられない面もあって、まあね、リアルでこうぶつかったところを見ているわけでもない記事を読んで、まあどうしてこんな事故が起こっちゃったんだろうかとかね、想像して他人の振り見て我が振り直せっていう教訓を,を得ようとしている僕たちはね、うんこの記事だけからははっきりね、 まあ、こう、掴みどころがないっていうところもあるんですよね。ただ、まあ、スピードは控えめの方が良かっただろう。右折車は、しっかりさ、直進車が来てないか、まあ来ていたとしてもどれぐらいの速度で来ていたかっていうのをよく見ないとさ、もう、右直事故っていうのはもう日常茶飯事で、日常茶飯事うん。日常茶飯事なんでね。 っていうふうに思うわけですね。はい、最後まで見ていただきましてありがとうございます。またのご視聴お待ち申し上げております。失礼します。